ども走れおいチャンネルです。今日はですね、ムコーズの練習に来てるんですけど、こちらプロスピ野球 YouTuber のりょこいさんが来てくれています。りょこいさんは高校まで野球やっていて、イップスでちょっとキャッチボールというか送球が苦手になってしまって今野球をやってないんですよね。そうですね。で、まあ、あの YouTube の方で皆さんやってると思うんですけど、プロ野球スピリッツエースというアプリがあって、それで実況プレイをやっています。今日はりょこいさんと会ったんで、早速ちょっとキャッチボールをしながらイップスってどういうのかなっていうのと、なぜ起きてしまったのかっていうのをちょっと聞いてみようと思います。りょこいさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では行きましょう。後ろのバイクに当てないように頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、行きましょう。はい、というわけで今回はりょこいさんとキャッチボールをしてきました。自分はりょこいさんと会うのも初めてで、りょこいさんを知ったきっかけはこちらの、野球イップスの元高校球児がストラックアウトをしたらというこの動画を見て知りました。で、この動画を見てちょっとあのりょこいさんっていう存在を知りまして、チャンネルを見てみたらゲーム実況をしていて、ちょうどこの向こうがですね、あるということで、呼んでみました。そしたら、ぜひ参加させてくださいということで、今回来てくれてコラボしました。りょこいさんは、見た感想ですね、キャッチボールして思った感想はやっぱりイップスっていうのを自分も何人かあったことあるんですけど、その中でもかなりこう、重度のイップスかなと思いました。送球の際に手首が固まってしまっているのがもう3球ぐらいで分かって、あのリリースポイントの時に力んでしまったりとか抜けてしまったりとか、こう安定やっぱしてなかったですね。それを直すためにちょっと自分でもキャッチボールをしながら考えてまして、どうすればこの手首の硬直を防げるのかなっていうのと、やっぱりどうしてもボールを置きに来てるイメージがあったんですよね。でこういう感じで引っかかってしまったりとか抜けてしまったりっていうのがあって、手首がかなりもう硬いっていうのがすぐに分かりました。ちょっと明日の動画でその手首の解消をやっていきます。はい、というわけで今ちょっとキャッチボールをしたんですけど、やっぱり投げてる時ってどういう感じでイップスって発動してしまうんですか？と自分ちょっと感覚でしか言えないんですけど、投げる時にここまで来た時に力がいつも一定にはいかないというか、毎回投げる時に力が入っちゃう時もあれば、力が入らずに抜けちゃう時もあって、それを自分でコントロールできないというか、この最後のフィニッシュの押し込む時にちょっとコントロールしづらいってことですよ。よくメンタルでイップスってくるっていうじゃないですか。メンタルなのか、その手首の硬直なのかっていうのはどっちだと思いますか？自分的にはメンタルが原因で手首の硬直が起きてると思うんですよ。はいはいはい。こう個人的なもう本当にメンタル的な面で、投げるときに後ろに投げちゃったらどうしようとか、ゴロを投げちゃったらどうしようとか、はい、思ってここですごい考えちゃって、はい、コントロール効かなくなるとか、はいはい、ちょっとマイナス的な考えが出るとやっぱそうですね。自分の経験からしてやっぱ手首が硬くなると起きるってよく聞いたんですよ。それをちょっとこの後ちょっと少しやってもらってどうかなっていうのをやろうと思うんですけど、そもそもなんでいつイップスが起きたんですか？はい、イップスが起きたのは最初のきっかけが中学の時の関東大会で、はい、キャッチャーをやっていて、はい、でピッチャーに普通に試合中返球しようとしたら、最初ショートにゴロ返球、はい、ゴロ返球してしまって、それがきっかけでその試合はもう全部ショートかセカンドに返球が行っちゃってて、そこからずっともうその時点でもう後ろやっちゃダメだとか恥ずかしいというか、ちょっとこうスタンドにも人がいてちょっと恥ずかしいっていう気持ちが勝ってしまって、ちゃんと投げなきゃっていう気持ちが先行しちゃって、ショートセカンドに全部ゴロで行っちゃってて、まあその試合はもう全部その後は山なりのボールを返してやってたんですけど、それがきっかけでした。そこからじゃずっと直らず今まで。でも高校は3年間やったんですか？高校は頑張って、はい、それで高校3年間やっぱ辛いじゃないですか、はい、そこで得たことってありますか？3年間イップスで、まあ、辛かったんですけど3年間乗り切ってよかったなと思うこと、やっぱりチームスポーツでよかったなと思いますね、野球が、はい、これがもし個人競技だったら絶対やめてるし面白くないんで、やっぱり野球やってることによって、まあ守備だけじゃないバッティングもあるんで、はい、最終的には大打線も枠みたいな感じで、はいはいはい、バッティングでベンチ入りしたんですけど、はい、まあ、その道もあったし、はい、やっぱりチームメイトにさせられたっていうか理解があって、チームメイトみんなも今までイップスの人に会ったことなかったっていう人もいっぱいいたし、気持ちを分かってくれない人もいっぱいいたんですけど、自分が原因でそのチームメイトみんなにイップスの気持ちを分かってもらって、
それがすごい良かった、野球を得たものがあったとか。そうですね、はい、やっぱり3年間やって、まあ、個人的には良かったと思います。良かったと思います、はい、そのわけでイップスに限らず他の例えば肩を負傷してしまったりとか腰とか、まあ、ボールを投げられなくても野球のバッティングとか走ったりする面では野球できると思うんで、今もし怪我とかで悩んでる方いましたらそこで諦めずに3年間やってほしいと思います。そこは絶対いいと思ってます。はい、はい、そのわけで今日はちょっと横井さんに、まあ、ちょっと聞きづらかったんですけどイップスのことを聞いてみました。もしイップスで悩んでる方いましたらその投げること以外で野球できると思うんでその面でも野球頑張ってほしいと思います。そのわけで今日はちょっと横井さんにイップスのお話を聞かせていただきました。今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。アリアス、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。